こんにちは、丸さんです。久しぶりです。ですね、つい、本屋さんとかコンビニとか、店頭にある雑誌をですね、買ってしまって、楽しんでいるわけなんですが、まあ、今日ちょっと紹介したいのはですね、まあ、前もいろいろ紹介しましたけど、ワイヤードですよね。ワイヤード。今日ちょっと服の色が微妙に被ってるのか被ってないのか。今回のワイヤードがですね、地球のためのディープテックっていう特集です。まあ、パラパラと見たんだけども、結構久しぶりに、難しい内容でしたね。このワイヤードって結構デジタル系のテクノロジーとか紹介されていることがあるの多いんですけど、今回はあんまりデジタル系が実はなくって、面白いのはね、バイオテクノロジーだったりとか、それから核融合ってのがあるんですね、実はこれ。原子力発電所っていうのがよくあって、あれはこう核分裂なんですけど、それによって放射能が出たりとか危険だとか言われるんですが、核融合っていうのはむしろヘリウムっていう一番ちっちゃいね、まあ、ちっちゃい、まあ、水素とかヘリウムとか一番ちっちゃい原子をこうくっつけるときに大きなエネルギーが出るっていう技術があるんですけど、意外とこれクリーンなエネルギーと言われていて、もちろん原子力なんで大きなエネルギーは出るんですけど、まあ、そういうことがね、なんかと出てました。で、地球のためのディープテックなんですけど、平たく言うとね、風の谷のナウシカっていうアニメーションが昔ありました。実はあれ、劇場でやってる、いわゆる、ね、ジブリのアニメで有名だと思うんですけども、あの風の谷のナウシカをあの映画で終わりだと思っちゃいけないです。あれしかもコミック、漫画になっていて、宮崎駿さんが自分で漫画を描かれていて、その漫画が実は7巻まであって、でその映画はね、多分4巻ぐらいまで、半分ぐらいまでしかやってないんですよ。で実はその続きの物語があってという話をするんですが、最後にですね、最後の最後に、ネタバレしちゃおうかな、最後にナウシカという女の子、まあ、女王様なんですね、まあ、そもそも風の谷という国の王女様なんですけど、そのナウシカがどんなにひどいやつかということが分かるっていう、そういった物語です。で実は何かっていうと、世界が一度滅んでしまって、でその生き残るためにまあ、いろんな、まあ、人体的な改造だったりとか適応だったりとかするんですけど、まあ、これはその技術的なところで、ね、バイオテクノロジーとか使いながらやったの、まあ、技術的なところで、まあ、人間が生き延びていく。でその未来において、まあ、例えば地球が元いた人類が住みやすい環境になったとしても、まあ、その旧人類がまた復活するというわけではなく、新しく生まれた、ね、人類が、まあ、その世界を引き継いでいくみたいなところがね、風の谷のナウシカにあるんですけど、まあ僕たちも今いろんな地球の環境変化とかたくさんあります。温暖化だったりとか、あと熱生物の多様性が言われてますけども、そういった中で、まあ、昔に戻ることは正直言ってもうできないと思っているんですね。そういったいわゆる環境の変化ですよね。今いろいろ、今毎年台風が来て大洪水が起きるのがもうほぼほぼ、まあ、毎年恒例、行事じゃないですけど、ね、恒例になってくるだろうとか、あと日本では特に絶対大きな地震が起きたりとかする。でその環境をどうにかしようっていうことではなくて、じゃあそれに適応したするように人間の側が、あるいは生き物の側がこう変化に対応していくような時代を作ろう、まあ、それをテクノロジーで実現しようっていうところで、このディープテックっていうことが今言われているそうです。ディープテックね、バイオテクノロジーだったりとか核融合だったりとか、あとまあこれはね、ジェフ・ベソスさんの宇宙計画ね、それがちょっとでやっぱり特集で結構大きなページされてますけど、あとは今ちょっと話題になり始めている昆虫食で、ね、虫を食べるという、ことですね。あとも地球を惑星モニタリング、地球を救う鍵は惑星モニタリングにある。地球そのものをね、こうリモートセンシングというか上空から見て、
もうちょっといろいろ詳しいことを、まあ、俯瞰でね、鳥の目で見てみようという取り組みがあります。あとドローンについても書かれますね。あと核融合エネルギーは気候危機から地球を救う。核融合ですよ、核融合、ね、すごいですよね。まあそういう、あ、これあとね、ミクロ結晶圏って昔あった映画があるんですよ。それがね、ちょっと取り上げられていて、なんていうのかな、そのミクロ結晶圏っていう SF 映画なんですけど、人間とかその、まあ、潜水艇がをすごくちっちゃくして注射器の針のから人間の体に送り込んで、で人間の病気を治すっていう、まあ、そんな映画があるんですが、今まさにそれがこういわゆるナノロボットだとか分子ロボットですよね。そういったもので実現するんじゃないかっていうところまで来ていて、そんなものを書いてありますね。バイオテクノロジーが結構今回は大きく取り上げられてます。でね、やっぱりこれ手元にある人はぜひ見ていただきたいんですけど、とりあえず編集長の、ね、関東言を読む、それからこの真ん中にある、ね、この漫画っていうか漫画のページを読む、そうすると大体、この今回の号が何を言わんとしているのかが分かってきたりとかします。でもね、本当にいろいろ考えちゃいますよね。その地球温暖化を止めようとか、その地震をなくそうとか、もちろんまあ、人間の力でどこまでできるのか話があって、それよりもむしろ人間側をその例えば災害に強い人間にするとか、どんな災害でも生き残る人間を、まあ、作っていくって言ったらいいのかな、まあ、そういったところのテクノロジーの視点っていうのもある意味必要じゃないのっていう提言があります。あ、そうそう、あとそれから後半、いよいよ、明日、明後日か、12月20日、スターウォーズ、最終章といいますかね、エピソード9がありますけど、まあ、それについてやっぱりスターウォーズはちょっと取り上げています。ね、見に行こうと思ってるんです。はい、そんなわけで、ワイヤード、これは、2019年ボリューム35でディープテックですね、地球のためのディープテック、ちょっとデジタル系とはまた違うんですが、新しいこういうテクノロジーの世界で地球の未来を、まあ、切り開いていこうというか、人間を生き延びさせていこうというか、持続可能にしていこうというか、まあ、そんな号です。結構おすすめです。はい、ぜひ読んでみてください。富士山見るなら山中湖。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。